はいどうパルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は金沢対長崎、大分対岩手、北九州で松本のマッチプレビューですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで今回この3試合で、ございますけど、すみません、今ちょうど本当にですけどね、今あの鼻血の方が、出てきてしまいました。あの左の方からタラタラと、なんかさっきからムズムズしていたんですけどね、エアコンに当たりすぎかなと思ったの、鼻水かなと、思っていたら あのブラッドの方でしたね、ノーズブラッドの方ですけどもね、若干今タラタラ垂れているんでちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと話しづらいですけどもね、ちょっとこのままやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでございまして、まあ、長崎はですけどもね、なかなかね連敗ということで、ここからどう立て直すか。まあやっぱりこう新監督に代わって何でもかんでもうまくいってばっかりじゃないということでございますね。もちろんそこには壁にぶつかることもあって、これはまあ借りる監督と今後長くやっていくという意味では、今この壁を乗り越えるとき、そしてこの壁を乗り越えた先には絶対これプレーオフでの勝利というのを僕はあると思うんです。そこは狙っていってほしいところでありますし、逆にあと大分、まあ、逆にじゃないか、何の逆かって話ですけどね、ね、大分でございますけど、ムーですね、ムー選手が復帰ということで、梅崎帰ってきて、ムーまで帰ってくるのかって感じが、しているんで、来季あたりは森重か、東選手あたりが、帰ってくるんですかねという感じが、しておりますけど、この大分でございますけど、まあ、岩手ということで、まあ、順位的には下の方の、対戦相手になってきますが、まあ、しかしやっぱり難敵、本当に、ね、素晴らしい選手が多い、岩手なんで、この辺の話もやっていこうと思ってます。そして、北九州松本ですね、山形のゲームでございますけども、まあ、山がもうね現在4位と、ね、圧倒的力を、J3 で誇示することはできていないんで、なかなか苦しんでおりますけれども、さ、この3チームの試合のマッチプレビューやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでございまして、こちらメインチャンネルでございますね、サブチャンネルの方でもジェリグの話をしております。よかったら動画概要欄からですね、サブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。ということでございまして、まずこちら、金沢長崎ということで、金沢は現在勝ち点35で17というのが金沢の成績でございますね。で、対するビファーレンですけど、崖っぷちですね、プレオフ圏内でいうと崖っぷちの、ところにいる長崎でございますけど、現在勝ち点47で6位という成績に終わっておりますけども、まあ、長崎も本当ここ踏ん張り時ですね。ここからずるずると負けていってしまうと、まあ、プレオフも、遠のいてしまうという話でございますので、まずはこの6位以内という、ね、最低限の、目標を達成するためにも、この試合絶対負けられない戦いになっているわけでございますけどもね、はい。そしてこれが、直近5試合と今回出しているんですけれどもね、普段は出していないんですけど、欠場選手情報ということで、金沢がですけれどもね、実は主力の選手の、ま出場停止が3名いるということで、ま、豊田選手、藤村選手、島田慎太郎も、出場停止ということでございまして、ま、この辺がいないのは長崎からしたら、ま、正直、追い風でございますね。この主力級の選手がいない、ま、特に前線でターゲットマンになれる豊田選手、そして、自分でボールを持ち運んでチャンスメイクを、することができる島田選手、この辺がいないのは結構長崎から、強いても結構大きいんじゃないかって感じしておりますけれどもね。で、直近5試合金沢5連敗中なんですね。この成績を見ると、まあ、失点が、とんでもない数になっていますね。直近5試合で、何点だ8、9は17点、5試合で17失点ですかね。いやーちょっと守備のところの立て直しがこれはっちゅう感じがしておりますが、まあちょっとまずいですよねこれ。まあ、金沢はまだね J2 残留というのは決まっていない段階にはなってくるんで、まあ、金沢からしたらこうしっかり、勝っておきたいところ、まあ本当まずは、J2 残留に向けて勝っておきたいところがって感じが、しておりますけどもね。で、対する長崎、長崎が直近5試合がこんな感じで、だから2連敗中なんですが、まあ、琉球戦はちょっと、ひどいゲームでございまして、本当なかなかに、目も当てられないゲーム内容であったんですけれども、2-3 で敗れてますんで、ここまあ踏ん張りどころですね。まあ、とにかく借りる監督になってから、まあ、負けなしというのも継続はしていたんですけども、それよりも失点のところですね。まあなんかこうずっと11試合負けなしとかずっと続いていたから、なんかこう隠れてはいたんですけどね、まあ、隠れていた問題と、してはですけどもね、まあ、失点の数がとにかく、止まらない。完封試合が借りる監督になってからまだ1回しかないんですかね、中状態になっているんで、ね、それが一気にまあこの3試合、特に新潟戦、そして、前回琉球戦で、まあ複数失点を喫しているんで、そこら辺がさらにちょっと
脆くなってきてる気がするんでね、まあ、この辺、まあ、松田監督の時には、まあ、堅守ということで守備のところの整備は、成功したんですけれども、その松田監督の時に、まあ、気づいたこの守備力というのをもう一回これ、取り戻してほしいところでありますけれどもね、はい。そしてこれが金沢のデータ的な話でございますけれども、上出しているのはそのデータでございますが、まあやっぱり悪いですね。全体的に、良い数字というのはまあないんですけれども、特には非シュート成功率が19位であったとか、やっぱこの辺ですね、守備のところ、脆さというのが目立っておりますね。で、非シュートも19位なんですね。1試合平均に打たれるシュートの数と、非シュート成功率がまあ同時と同じ19位ということで、まあ、やっぱり打たれたシュートがバカスコ入ってしまっている、まあ、特にやっぱりこのね、まあ常に金沢のデータを見てるわけではないんで、なんとも言えないところであるんですけど、特にこうさっきも見せた直近5試合の失点の数とか見ていると、やっぱこの辺の数字がまあ絡んでる感じがしまって、あと非チャンス構築率も18位なんで、まあ、そもそもこれピンチを作られすぎているんで、この辺、まあ、ピンチになればシュートも打たれてしまって、シュートも打たれてしまうとまあ失点につながってしまって、この辺結構ねデータ的な話をすると、非チャンス構築率は、ね、悪くてもですけれどもね、非チャンス構築率が悪くてもこれ非シュート数が少なかったとか、非シュート成功率がまあ良かったとかね、意外とねこれ全部が全部連動してるわけじゃなくてね、まあピンチを迎えることも多いんだけれども、シュートまで持っていかせない守備ができていたとか、まあ、ピンチも迎えるしシュートも打たれるんだけれども、この非シュート成功率、まあ、得点が決まるとこそれは結構少ないとか、まあ、ゴールキーパーの頑張りとかそういうのがあるチームもあるんですけど、まあ、カナダの場合はちょっと全部が悪いという状態になっておりますね。で、得点パターン失点パターンこんな感じになっておりますが、まあ、やっぱクロスとかセットプレーこの辺が失点パターンとしては多いんで、中崎から敷いたらやっぱ横の揺さぶり、そこをどういう風に仕掛けていくことができれば、サイドハーフとかサイドバックの、選手がどんだけ自分でボールを持ち運ぶことができるかどうか、まあ、クリスチャーの選手もおそらくスタメンで来るかちょっと分かりませんけど、ただこのセットプレーとか、まあ、クロスとか、ね、得点力という意味ではクリスチャーの選手は、この試合ハマる可能性があると思うんで、そこは、得点に絡んでいてほしいところでありますけどもね、はい。そしてこれが金沢の1試合平均の2つですけれども、こんな感じですね。まあいいデータというか、まあいい、まあその中でもいいデータで言うと、インターセプトの数がまあ7位なんでね、しっかり中盤で、ボールを奪うことができている金沢になっていくんで、まあこの、ボールを奪われた後長崎のこの守備の対応というのはちょっとしっかりしないと、まあカウンターで、沈められてしまうという感じがするんで、まあこのインターセプトだけじゃないんですけれどもね、これまあタックの9位とかもそうですが、しっかり中盤激しくやってくるチームなんで、ここをしっかり長崎がまあ、相手のプレスとかね、そこをかわしながらどんだけ前進することができるかというのが一つ鍵になっていくんじゃないかって感じがしておりますけどもね、はい。そして次、大分盛岡ということで、現在大分勝ち点43で9位でございますね。で、盛岡というか岩手でございますけど、現在勝ち点が30で20位でございます。ここもなかなか、苦しんでいるチームになってきますね。で、大分もね、ムー選手が、まあ、加入するというか復帰してくるんで、ここから、得点力のところは期待ができるんですけど、どこで使うんですかね。ワントップにしてはやっぱ小屋選手がいて、で、まあ、サムエル選手がいてとかね、まあ、まあ、伊佐選手とか、ね、長澤選手とか、この辺の怪我とかコンディション不良組の選手もいるんで、ちょっと前線肩な感じが、するんで、もしかしたらシャドウで使う可能性もあるかな、まあ、3-4-2-1 の、シャドウとか3-5-2の、まあ、トップ下とかシャドウのとこで起用されるとか、そこで使ってくる可能性が高いかな。まあね、サムエル選手も現在2試合連続ゴール中で、まあ、金崎ムー選手をセンターフォワードで取ったとしたら、ちょっと本当にそこが必要なのかって疑問が湧くんで、使うとしたら、まあ、あの渡辺新選手が怪我をしてしまったんでね、まあ、渡辺新選手の怪我、そこの、まあ、代役じゃないですけど、ね、そこにムー選手をはめる可能性は僕はあると思うんで、そこを、ね、大分でのプレーというのはちょっと注目してみていこうと思ってますけどもね、はい。そしてこれが両チーム貯金5試合でございますけど、大分がまあ負けていないというか、勝ちきれていないと、取るか難しいところにはなってきますが、まあ、前回徳島戦も、アディショナルタイムに追いつかれてしまいましたので、その前の町田戦はアディショナルタイムに追いつくことができているんで、そこはまあ良かったんですけれども、ちょっとこの、ね、2試合アディショナルタイムに良くも悪くもゲームが動いているんで、そこをまあどう変えるか、まあ、もっと楽して、勝ちたいという話でございますけれどもね、まあ、僕はやっぱ、ね、長崎も大分も、ね、やっぱプレーオフに
に、出てほしい。もう正直ね、一番理想なのはもちろん長崎も大分もこれ自動昇格することが今年の、まあ、僕はできるんじゃないかって思っていたんですけども、どうもちょっと両チームと自動昇格というのは両チームともはちょっと難しいかもしれません。まあ長崎がちょっといけるかどうか、大分ちょっと自動昇格は厳しいかもしれませんが、何にしてまずはプレーオフ両チーム、長崎も大分もプレーオフで戦う可能性あるんですけれども、そこまずは大分も長崎もシーズンが終わった時にまずこれ J1 での挑戦権じゃないですけど、そこは取ってほしいというのは僕の中であるんで、まずは大分ね、まあやっぱりこれ大分も複数失点が5試合中3試合あるんで、まあむしろね複数失点が3試合あってね、それでもしっかり負けなかったというのは評価すべき点なのかもしれませんけど、中データでは数字でございますけれどもね。で、盛岡が、ね、横浜 FC には勝っているんですけれども、それ以外は勝てていないという話でございます。まあ難しいですね、失点が多いんで大分からしたら、まあ大分も点は取れているんでね、この盛岡相手に、まあ正直本当勝ち点差が欲しいですね。もうこの打ち合いになってもいいんでね、まあ本当それこそ3対2でもいいんでね、本当勝ち点差が、絶対欲しいゲームになってくるんじゃないかと思ってますけどもね。はい、そしてこれが盛岡のデータ的な話になっていきますけど、こんな感じですね。まあ別にこれね、盛岡も特別良いデータというか、まあ攻撃回数が3位、これはいいんですけどもね、まあ、攻めることができている自分たちで、ボール持って、ボール持ってってポジション率が高いわけじゃ別にないんで、ボール持ってってわけじゃないんですけどもね、まあ攻撃回数は3位というのが盛岡の数字にはなってきますね。で、まあこのチームだと、まあ、シュート数が1試合平均は10位ということで、結構積極的にシュート打ってくるイメージは僕もあります。まあ、長崎戦もそうだったんですけれどもね、本当このチームは湯気選手とかね、個性派が多いです。あの外国人選手とかもね、本当素晴らしい外国人選手が多いんで、割と個人の能力でいうと結構これは、個性派集団というか、本当、オフェンス面で力が出せる選手が、多いんで、馬力のある選手が、ね、多いんで、このオフェンスのデータ結構悪いんですけれどもね、オフェンスのデータ悪いんですけれども、ちょっとこのデータに表れないところですかね。まあ本当個人の能力でいうと結構盛岡も面白い選手が揃っているんで、そこで注目して、見ていこうかなって感じしておりますけれどもね。で、得点パターン、失点パターン出してますけれども、こんな感じですね。まあ、得点で言うとセットプレーからがまあ圧倒的に一番、多いですね。で、失点で言うと失点もセットプレーからやられてますね。で、あとはやっぱショートパスから崩されて失点をしているんで、まあ、大分みたいにゴール前でしっかり繋いで、攻め込むことができるチームは、ちょっとこのね、盛岡の失点パターン、そこに当てはまる感じがするんでね、大分からしたらいつも通りのサッカーをやることによって、ショートパスから崩して得点というのも狙えるんじゃないかと思ってますけどもね。はい。で、これが盛岡の9010分間換算の スタッツになっていきますけど、こんな感じでございますね。で、まあこれ見て分かる通り、結構データとしてはいいんですね。ね、これ結構一桁の順位のものが多いんですよね。例えばドリブル数が、ね、6位であったりとか、まあ、タックル数が2位であったりとか、クリアが4位とか、インターセプト7位とか、この辺も本当素晴らしいデータにはなってくるんでね、割と守備とか、ね、頑張ることができて、で、ドリブルも6位なんで、本当この辺の数字はいいんですけどもね、だからこそなんか、もうちょっと上にいてもおかしくないような、チームになってきますが、やっぱり課題はオフェンス面ですかね。30メートル進入回数が19位であったりとか、ペナルティーエリア進入回数が16位であったりとかね、ボール支配率も20位なんですね。ただなぜか攻撃回数が多いということで、まあこれデータ的にだから何を攻撃と取るかとか、まあいろいろあるんですけどもね、まあそこだから説明すると難しくなるんですけど、まあフットボールラボさんの、データ的には攻撃回数は3位ということで多いんですけど、高いんですけども、しかし今なんかが、結果につながっていない。しかし今やっぱりさっきも言った通り、まあ中盤で守備も頑張りますし、ドリブルで仕掛けることできるチームなんで、そこはやっぱ大分もこのね、盛岡の個人の能力の力、負けないように対応してほしいところでありますけどもね。はい。そして次、最後ですね、北九州行きましょう。北九州松本ということでございまして、まあ両チーム、今シーズンの成績こんな感じでございますね。ギラバンツは現在勝ち点23で12位でございますね。で、松本山は現在勝ち点38で4位というのが両チームの成績になってきますね。松本山がもう結構苦しんでますね。もうちょっとこう圧倒的にこれ、J2 に昇格するんじゃないかと思われていたんですけど、特に最近真下出してますけど、直近5試合3試合勝ちがないという状況でございますね。で、やっぱり上位のいわきとか鹿児島、この辺に勝てなかったのがちょっと痛いですね。直接対決というかね、上位進出優勝争いを、するかどうか、自動昇格争いに、絡むことができるかっていう、そこのところのチームとなってくるんでね、そことの対
対戦にも勝てなかったというのはちょっと痛いかな。松本らしくないちょっと、鹿児島戦の敗戦でもあったんでね、そこはちょっとショックが大きいかも、知れませんけども、この試合ですね、北九州のリコで、ね、来るんで、そこは、まあ、やっぱ昨年ね J2 で一緒に、戦った、まあ、仲じゃないですけれどもね、まあ、昨年までね共に J2 を盛り上げた中であるんですけど、そこは絶対負けたくないっていう話になってきまして、やっぱ北九州ねホームでは強いというか、見てもらったらいいんですけど、ホームでの失点率は 0.8 点なんですね。アウェーでは 1.8 点取られているんですけど、ホームではとにかく失点を、しないチームになってきますんで、ここをですね、まあ、うん、守備のところは今回ホームなんで、まあ、データ的に言うと安定するパターンにはなるんですけど、ただ、得点のところはホームの方が取れていないとか、なかなか難しいところになってきますが、まあ、何にせよね北九州も松本山賀も昨年も戦った中でお互い、分かってる者同士、まあ、メンバーは違うんですけど、ただ、まあ、お互いのスタジアムの特徴とかそこは分かってる者同士なんでね、そこをどういう風に、働くかですけれども、ただ、まあ、北九州から強いてもやっぱり松本山賀には負けたくないですよねというのがあると思うんで、そこは意地を見せてほしいところでありますけどもね、はい。そしてこれが松本山賀のデータ的な話にできますけど、こんな感じですね。まあやっぱりデータ見ると、まあやっぱり上の方にいるチームの、データかなという感じがしますがね、まあチャンス構築率は、ね、5位であったりとかね、あと守備のところもしっかり守れているんで、オフェンスとか、まあ、守備面ディフェンスも結構安定はしているんですけれどもね、しかしまあ、この順位、まあ強いて言うならシュート成功率が7位なんで、やっぱりまあシュート成功率7位という数字自体は悪くはないんですけどね、悪くはないんだけども、しかしまあやっぱりこう優勝とか自動昇格を目指すチームとしてはやっぱり7位という数字は少し寂しいのかなという感じがしておりますね。で、得点パターン失点パターンでいうと、このチームは得点パターンでいうと、まあ、セットプレーから、10点取っているんですね。まあ、やっぱりこういうデータ的なところを見ていくと、まあ、どこのチームもそうで、まあ、今回紹介した全部のチームもそうなんですけど、やっぱセットプレーから、ね、点を取るチームというのは、ね、やっぱり多いです。まあ、このコーナーキックとか、ね、セットプレー、まあ、フリーキックからその流れで得点とか、ね、多いなというのがやっぱ今年見ていると、特に分かるんですけれども、しかしまあそんな中でも、松本 の、 このセットプレーが得点率が全体の 35% なんでね、さすがにちょっと高いなという感じが、します。まあ、優秀なキッカーがいたりとか、ね、そこを中で合わせる選手がいたりとかするんで、まあ、この松本山賀 の、 この、セットプレーというのは他のチームと対戦するときよりもちょっと警戒ポイントにはなってくる気がしますけれどもね。で、まあ、失点パターンでいうと別にこれっていう弱点はないのから、まあ、まんべんなく、ね、いろんな、まあ、いろんなパターンでこんだけやっぱり項目があるんで失点はするんですけれどもね、まあ、特別これが弱点って感じの数字はありませんが、まあ、スルーパスからの失点が0なんですね。まあ、これすごいですね。まあ、要は最後、崩されてとか、最後パスを通されて失点というのがないというデータになってくるんで、そこはやっぱり北九州も、松本山が相手にゴールを奪うにはちょっとゴール前では一工夫必要なのかなという感じがしておりますけれどもね、はい。そしてこれが松本山賀の90分間観察のエスタツになってきますけど、こんな感じですね。まあやっぱり得点のところも1試合平均で 1.4 点取れてますしね。で、やっぱ何が悪いのかなって、まあ、見たときにですけれども、インターセプトの16位とか、中盤での、守備の頑張りとか、そこになってくるんですかね。まあ、僕もそんな松本山賀の試合を、見ているわけではないんでね、まあ、J3 はほとんど北九州のゲームしか見ていないんで、なんとも言えないんですけれどもね。まあ、しかしまあデータ的に見ると、インターセプトの16位、まあ、これ守備の仕方とか、ね、どういう風に守っていくかとかによって変わってくる数字に、ね、なってきます。まあ、やっぱ積極的にプレスに行くチームはインターセプトの数とかね、タックルの数字が増えてくるんですけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、ブロック引いてしっかり守っていこうというチームは、まあ、インターセプトの数がそんなに増えてこないとか、まあ、守り方とか戦い方によってはこの数っていうのは、変わってくるんで、なんとも言えないところになってきますが、まあ、中間でございますね。まあ、何にせよですけど、ね、まず、上位の松本山がこうしっかり戦っていってほしいですね。まあ、やっぱ昨年ね、お互い苦しい思い、まあ、悔しい思いをしたチーム同士の対決なんで、だからこそここはしっかり、戦って勝ってほしいところでありますけどもね、はい。というわけで以上、プラプンテジェルサッカーチャンネルのつつんでる方チャンネル撮ります。さら喜ぶよ。